住民が決める大阪の未来委員会、今日発足集会を、行わせていただきますが、私はですね、本日司会進行を承りました、市民連絡会の大阪サポーター千代博士と申します。不慣れな司会進行でございますが、最後までどうかよろしくお願いいたします。今回これはもう市民の会でございます。もういわばここが本当の意味の市議会です。その意味でですね、もちろん維新の会の方々はそうですが、全ての会の方々にご案内を差し上げております。お名前を呼びます。大阪前市長、公共政策など代表、平松邦夫様。自民党大阪市議団幹事長、柳本明さん。公明党大阪市議団団長、小笹正弘さん。日本共産党大阪市議団幹事長、山中智子さん。大阪未来大阪市議団幹事長、福田健二さん。残念ながらですね、この方々は所要のため ご欠席、もしくはご返事がいただけておりません。以上ご報告。それでは開始にあたりまして、住民が決める大阪の未来委員会を代表し、西尾伸介より皆様にご挨拶を申し上げます。幸せのお忙しい中、また先ほどおっしゃったように、雨もひどくですね、寒い中ごめんたくさんお集まりいただき本当にありがとうございます。西尾伸介と申します。本日はですね、署名活動を始めるにあたり、請求代表者155名を代表いたしまして、僭越ながらご挨拶申し上げます。ご存知の通り、また先ほど案内がありました通り、10月先般の10月の大阪議会におきまして、大阪都構想の協定案というのはですね、残念ながら否決されてしまいました。議会が否決したわけですから、市民といたしましてはその決定を尊重するのは本来であります。ですが、先ほど橋尾さん、司会の橋尾さんからお話がありました通り、正直それをそのまま納得しようと言われてですね、言われてます。どうかなという感じ。最近の議会信頼できますでしょうか。なんか政策を、都構想を政策として扱ってほしいのに、政局の理解、政争の部として扱っていたのではありません。当事者の議員先生や、この辺の市長、知事は、それぞれの努力をされ、それぞれの言いようがあると思います。しかし、我々一般市民にとってはですね、どっちもどっちといったら失礼ですけど、だから税金使って1万円何してるのという感じだ。そんな議会の決定を、はい、分かりました、じゃあ都構想これで終わりということで、従順に受け入れられるかというと、それはいいなという感じで、やっぱり納得できないなという感じです。で、いろんな方法はあると思うんですけども、我々は署名を集めさせていただき、市長の方に条例の制定を直接請求させていただくという道を選ばせていただきました。そして、魅力ながらできることがあるなら力を尽くしたいということで、こうやって皆様に何をお集まりいただいたんです。さて、大阪都構想ですが、そもそもですね、大阪都構想って誰のもんなんでしょう。そして大阪都構想、いつまで話すればいいんでしょう。今ではですね、もう大阪都構想といえば橋本市長の代理人だったり、維新の先輩特許みたいな関心になってますけれども、ご年配の方や初先輩はご本人の通りですね、大阪都構想自体はもう昭和20年代28年の大阪府議会ケースがですね、府と市をなくして、もう大阪商工作ろう議会が議決があったようにですね、もう60年以上大阪では話してるんです。もう大阪都構想の還暦を超えてしまっているように、
状態だと思います。いつまで話すればいいのかという感じです。そういう状態でありますので、でさらに最近では、2000年代に入りまして、太田知事、以前の知事が大阪都構想というのを打ち出しておられます。でご存知の通り、太田夫妻さん今は自民党の参議院議員です。で、他にも、特に党派を問わず、かつては、自分の政策として大阪都構想というのを、パンフレットに印刷したりして、ね、主張されていた議員の先生もたくさんおられるわけです。でさらに、市民の場でも世論調査などを行いましても、まあ、大阪都構想の賛否というのはまだ拮抗しております。で大阪都構想自体の賛否はわからないのでも、まあ、住民投票、最後は住民投票で決めようよという意見はですね、大阪の中では大半を占めているのではないでしょうか。ある調査では7割以上の方が住民投票で決めてしまうという話になっています。ですので大阪都構想は誰か一人のものとかどうか一つの政党の主張というわけではなくて、ずっと長い間大阪市民にとっての課題かと、一人一人にとっての課題かと。続きましてですね、本日ご臨席賜りましたご来賓の皆様より、ご挨拶を頂戴したいと存じます。まずは大阪市長橋本徹様、よろしくお願いいたします。皆さん本当にお忙しい中ありがとうございます。これだけ多くの皆様にお集まりいただきまして本当にありがとうございます。もう今も控え室でですね、知事と2人で大阪府大阪市の揉め事、これはもうバン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 決着をつけています。でこれはね、皆さん140年前からこういう状態なんですよ。大阪府と大阪市っていうのはずっと対立対立対立で、僕は知事もやって市長もやった、まあ、大阪の政治行政では知事市長をやったのは僕だけなんですけどね、もう本当によくわかります。大阪市は3万8000人の職員、大阪府は1万人の職員、これは仕事をするとですね、みんなそれぞれこうぶつかり合うわけですね。でまずはこの係員からぶつかって、で係長まで上がってもぶつかって、次は課長代理、課長、部長、局長、ずっとぶつかって、で副知事、副市長が話をしてもそれでもぶつかってるというものが山ほどあるんです。でも今なぜ大阪府と市でその二重行政が今完全になくなったかといえば、僕と知事が全部決めちゃうからです。だから今もこの控え室でもうね、何ヶ月 もう大阪府と大阪市で話し合っても全然解決できなかった、副知事と副市長が話し合っても解決できなかったやつを今5分でパッ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 と交渉、あしょ交渉、もう全部決めてしまいます。いや、ないことなんですよ。例えば大阪城公園のトイレ、これきれいにしようってことで僕が予算つけるって話してたんですね。大阪城公園のトイレ、でこれはね、府にも持ってもらうべきじゃないか、大阪府にも出してもらうべきじゃないかってことをずっと市役所と府庁は延々議論してるんです。ずっとトイレはどっちが持つんだ、もうそんな市で持ちますよ、これで終わりです。カジノの誘致、夢島へのカジノの誘致のこの調査費用、今度はこれ市が負担をしてたんですけどもね、府の方が、いやいや、あそこ夢島っていう埋め立て地は大阪市の土地なんだから、その発想もおかしいんですけどね、大阪市の土地ってだって大阪府の中にあるんだから本当は一緒なはずなんですけど、いや、あそこは大阪市の土地なんだから大阪府は金を出さんと言って、何ヶ月もその話をずーっとやって決着つかなかったんです。で今話したら、あ、それ半分持つからそれで決まっちゃったんです。いやーね、一時が万事これなんですよ。でこういう項目がもう200も300も1000も出てくるわけです。で今まで大阪府と大阪市はどうしてたかというと、こういう話、結局決着がつかなかったから物別れで終わってたんです。物別れで終わった、だから何も進まなかったんです。何も進まなかった。またないしはね、お互いに例えば美術館、今も話をしてたんですけど、大阪市は美術館新しく作ります、中之島に作るんですけどもね、大阪府も、大阪府って美術館持ってないんですよ。大阪府
で、これ大阪府も作るのかどうなのかということで、今までは大阪府も美術館作る、大阪市も美術館作る、これが二重行政なんです。だからもう僕と知事の間で、いやそれも市の方で作りますからと、府はいいですよと、もうこれで終わりなんです。これで二重行政なくなるんですよ。こういうことなんです。今まで府と市がぶつかってですね、誰も決めれなかった、だから物事が前に進まなかった、または話し合いが決着がつかなかったから、それぞれがバラバラなことをやって同じものを作ってしまう。だから見てください、大学だって府立大学、一律大学、図書館も府立図書館、一律図書館、病院も府立病院、一律病院、まあ何から何まで全部2つずつあるんですけど、これ僕と父だったら、いやこれはそっちで作ってくださいね、これはこっちで作りますから、全部こういうことでできて、この不毛な二重行政っていうのは本当は大阪にはね発生しなかったんです。こうやって普通にやれば。でも見てください、僕が知事の時に当時の平松市長、あら話つきませんでしたよ、もう全然話がつきませんでした。あの人本当にもう役所に言われるがままだったんで、自分で決めれませんで、決めれなかったのでね、全然決めれなかった。でも僕と平松さんの時だけかというとそうじゃありませんよね。あの太田府知事と、当時の磯村さんの時もこれもダメでしたよね。横山の奥さんと磯村さんもダメでした。これはやっぱり大阪府と大阪市という、皆さん誤解されてるかも分かりませんけど、大阪府と大阪市と一つの大阪じゃないんですよ。これはね、もう全く別の都道府県だと思ってください。全く別の都道府県なんです。だから大阪市という都道府県と大阪府という都道府県があると思ってます。だから大阪市民は実は大阪府民じゃないんです。役所の世界は、市議会も全然この大阪市民をですね、大阪府民とは捉えておりません。大阪府民って言ったら大阪市民以外、大阪市民以外のことを、堺市民だとか東大阪市民だとか吹田市民だとか豊中市民を、これを大阪府民と言って、大阪市民は大阪府民じゃないと、この感覚がずっとこれまで大阪市議会、府議会、市役所、府庁ずっとあったんです。だから市民の皆さんからすればね、大阪市民、私たちは大阪市民でもあり大阪府民でもあるというふうに思うんでしょうけども、役所の感覚ではそうじゃなかったんですね。だからね、とにかくぶつかってぶつかってぶつかって物事が前に進まない、二重行政が発生する、二重行政で市民の皆さんの損失は1兆円ぐらいです。で今回も本当に不動産の事業で失敗しましたね。大阪市は650億円賠償金払うことになりました。これも市民税ですよ。こんなのも本当は大阪都構想ができればこんな失敗も犯さなかった。やっぱり日本社会にはこの民主主義、みんなでこの一つの問題点について話し合うという、これが絶対に必要だと思ってるし、今までそれが欠けていたと思います。まあ、イギリスやフランス、アメリカなんていうのは、これは自分たちで革命、まあ、アメリカは違いますけども、イギリス、フランスは革命を起こして、アメリカはイギリスから独立してですね、その過程において住民の皆さんが自分たちの手で民主主義を勝ち取ったわけなんですね。ところが日本の場合にはこれお上の方から与えられて、いつの間にやら戦争に負けてですね、何か知らないけど上から降って湧いてきたような民主主義で、本当に民主主義というものはどういうものなのか、自分たちで話し合って最後決めるということがどういうことなのか、自分たちの町を変えるという、それが自分たちの一票で、自分たちの意思でこの自分たちが住んでいる町を変えることができるんだというような体感をしたことがね、日本国民誰もそういうことを体感したことないと思います。まあ、住民投票といえばですね、図書館を作るかどうかとか、学校を廃校にするかどうか、まあ、ある意味そんなことで住民投票よく使われていたんですけども、そんなことは本来の住民投票の意味ではないと思っています。自分たちの町の姿、自分たちのその町の将来像、本当に大きな大きな方向性を自分たちの手で作り上げるというのが本当の民主主義だと思っていまして、まあ、それは今までの日本の政治の歴史の中で、まあ、日本の中誰もやったことのない、そんなことは誰もやったことないわけですね。ですから今回この住民投票でですね、自分たちの手でその大阪というものを作り上げていく、大阪の将来を決めるのは自分たちなんだというその思い、その意思をですね、どうか、この政治や行政にぶつけていただきたいと思います。ぜひ皆さん本当にお寒い中大変だと思いますけれども、主義ですから、鉄砲持って槍持って戦車で大砲ぶっ放してですね、それで世の中を変えるわけがありません。まあ、一人一人の民主主義の行動、まあ、それは投票だったり署名だったり、
そういうことで、まあ、世の中を変えることができる。僕はこれはある意味素晴らしいことだと思っているんですが、ぜひこの大阪においてですね、自分たちの手で、自分たちの投票で、自分たちの署名で大阪の未来を決するんだということを体感してもらって、あ、こういうことが民主主義なんだよなということをですね、日本全国にもう発信して広めていただきたいと思うんですね。まあ、日本全国の皆さん、政治に不満を持つ、民主主義に諦め感を持ってでも、いやいや違うんだよと、やっぱり民主主義ってすごいよねということをですね、日本全国に知らせるためにもですね、ぜひ皆さんに、まあ、署名運動にぜひ力を貸していただきたいなと思っています。そして、まあ、大阪、夏の陣、冬の陣、夏の陣ですか、実はあれからこの来年400年なんですよね。400年で、今大阪においては大阪天下一帯というのを大阪城でやってます。まあ、豊臣秀吉が東京の、まあ、江戸のですね、徳川に潰されてちょうど400年なんですが、豊臣秀吉が潰れてからですね、大阪城が落城してから、そこからですね、大阪はずっと東京になんか頭を押さえつけられていたような、そんな状況で来てます。まあ、江戸幕府に仕切られて、その後は明治政府ですよ。まあ、いつの間にやら東京の、ね、一極集中で、今は東京の霞が関に全部こう頭を押さえつけられているような状況ですけども、まあ、豊臣時代は大阪という町を作ってですね、日本の中心だった、まあ、日本のこの栄華の極みをこう言ってたこの大阪の町が、冬の陣、夏の陣で落城してから、ちょっと大阪、東京に負けてきたなというところがあったかと思うんですけど、まさにこの大阪城落城から400年経った今ですね、大阪市民の手で、大阪府民の手で、もう一度自分たちで新しい大阪を作っている、まさに来年大阪城落城が400年目が当たりますから、この次にですね、今度は自分たちの手で新しい大阪を作って、世界と勝負する大阪、もう東京なんか目もくれずにですね、なんか東京なんかライバルじゃないんですよ、世界の大都市がライバルなんですから、東京なんか知らんと、俺たちは世界に向けていくんだというような、新しい大阪を、東京から頭を押さえつけられる大阪じゃなくて、自分たちで作るね、この大阪というものに皆さんと力を合わせて挑戦していきたいと思いますので、ぜひ皆さん、その中大変気をつけたら職人さんも何のようなショーを発表していただきたいと思います。本当に皆さん、よろしくお願いします。ありがとうございました。では、中西区の河村先生がお見えになりました。まあ、名古屋市長の河村隆様がお見えになりました。ましてですね、大阪府知事の松井一郎様に、ご挨拶をお願いいたします。大阪の未来を、自分たちで作ろうということで、こうして、署名運動に、参加をしようという、本当に大勢の皆さんが今日ここにお集まりをいただいたこと、西尾代表を先頭にですね、とにかく自分たちで決めていくんだと、そういう意思で、今日こういう時期にですね、大勢の皆さんがご参加されたこと、本当に、感謝をいたします。どうもありがとうございます。いや本当にね、でも少し本当に申し訳ないと思ってます。これもですね、まあ我々、まあ、橋本首相も僕もそうなんですけども、まあ維新の会不甲斐ないよという話だと思う。要は府議会、市議会でですね、要は議会を説得できない、僕も知事です、橋本市長も市長です、理事者のトップでありまして、議会をね、議会と交渉しても全く跳ねつけられてしまう、説得できないからこそ今大阪都構想設計図が出来上がって、最後住民の皆さんに決定していただく、これはもう究極の民主主義なんですが、それをやらさないということで議会に、まあ、議決されているわけなんです。ちょっとおかしいじゃないの、市議会はそれは維新の会、過半数なかったかもしれないけど、あれ府議会はもともと過半数だったんじゃないのというのを、よく言われます、質問もされます。
まあ、いつの間にやら府議会も過半数がなくなってしまいました。え、結局、まあ、今自民党から自民党、民主党、公明党、共産党、そして元維新にいた人たちが大阪都構想の住民投票反対でガチッと組まれておりまして、まあ、昨日も議会やってたんですけど、その議会においても今はまあ法廷協議会という場所の会長は、我々まあ仲間である、浅田会長が会長なんですけど、その会長の首を、まずは首をはねよう、首を取ろうということで、まあ、がっちり組んでるんですね。僕はまあ知事でそれを見てて、議会の話を見てましてね、本当にもう違和感をまあ感じております。特にまあ我々裏切られたメンバーは今から3年、半前のですね、統一地方選挙の中、統一地方選挙の公約は都構想推進で、当選をした。そして当時、まあ、自民党も都構想はやるべきだと言って、3年半前の前回の統一地方選挙ではそういうことを公約挙げて、圧倒的多数があるのにいよいよ具体化するそういう設計図が出来上がり、最後住民投票で皆さんの意見を聞きましょう、究極の民主主義ですと言った時には、とにかくその住民投票をやらさないために今の設計図をなくしてしまい、いやもう設計図は皆さんご承知のように出来上がってるわけです。大体1000ページ、その中にはどことどことどこで新たな、特別区を作りますよ、大阪市内の今までの行政区、どことどことどこでこういう新たな行政区ができます、人口規模はどれぐらいです、役所はこういう位置になりますよ、サービスの中身は、まあ、医療、福祉、教育、それから街づくり、すべてこういうサービスは特別区が担います、それ以外の広域行政については新たに大阪とか担っていきますよ、これはっきりすべて書かれているんですけども、その設計図を要は皆さんにお見せしない、皆さんには判断をささないように今議会が動いている。続きまして、先ほどご登壇いただきましたが、署名活動の経験者でもあられます名古屋市長の川村隆様に、それでは名古屋共産の皆さん、どうぞ。まあしかし松井さん、懐かしいねえわ本当でね、まあ城さんの声も聞いておりましてね、本当はよ、この名古屋も大阪と一緒にやりたかったですよ、いろいろあまり今まで結構いろんなことがありましてね、まあいろんな道がありましたけど、まあ、この署名運動ですね、これどういうことかいうと、あれにですね、大阪都構想をやらずにこのまま議会が決定したらダメだよってバーッと言うとですね、前の大阪市長選振り返ってみや、大阪市長選であれでしょう、橋本さんは大阪都構想やるって、で対立候補はやらないんだって、対立候補の人が勝ったことになるんですよ、わかる、これは大変重要なんですよ。名古屋はどうなったかどれそれで気に取ったのは、名古屋は減税の方でしたね、市民税減税を私は言って、あんまり減税言うとよ、この第一次に気に食わんかもないまあ今なくなった私は市民税あの時 10% 減税だったんですけど、まあ、結局議会が否決したらこうなりましたけど、10% 減税をやろうということで市長選に出たんですよ。で、私は当選した。で、対立候補はですね、減税みたいなその癖はいうことかなんかしませんけど、それもやれるかいって、減税はいかんって立候補したんです。これね、ほんでやっぱりわしがですね、ダブルスコア以上、一番最初はトリプルスコアぐらいの、あれで勝ったわけですよ、俺。ほんで、議会がほいじゃ減税否決してもらって、あ、そうですか、言ったら、どういうことになるかと、市長選で負けた方が勝った方になるじゃないか、こうでしょ、これが一番重要なんですよ、な分かっとるこれあの議会も市長もありますけど、大学がその上にね、民意というやつがあるんです、民意というやつが民の意、
この民意に従って政治を行うのをこれを民主主義と言うんです。で、まあ、しょっちゅう民意はこれ忙しいもんでなかなかやっとれんで代わりの人をまあ選ぶわけだからね。でそれは市長大阪なら秋元さん大阪市長選というかね、ほんで議会もこう選ぶんだけど、その上にそれはそれの上にある民意の代弁者なんです。これがで民意が大阪市長選でその大阪都構想をやるという方に勝った場合は本当は実現されないこれはね。だけどまあそこで議会が出てくるわけ、何言っとるわけないって俺らも民意で選ばれたらないこう来るわけ。出会ってはね、必ず二元代表とこう言われとるんですよ。言われそうで、こんなパターンになってる。ほんで、議決機関は議会なんです、実は。市長というのは、提案権しかない。あと執行権がありますけど。ほんで、じゃあ、市長選の民意と、これ、議会の民意と違ったとき、どうするかっていう問題がある。これは。で、ここはよ、わしの知事と勉強したんだと。こうなっとんだと。ほんとね、この、市長と知事を両あ市長と議会両方選ぶっていうのは実はこれアメリカの国民なんだ。これアメリカの市長さんと議会両方選ぶ。ほんだけどそれはルールが実はあるんですよ。これは議会はね無党派なんですよ。これそうでないとある晩電話してハウスまあわしんとこもよ経済日本って出たらろくでもねえのも出てきてまあ苦労しとんだわやっぱり。風を洗ったら自分投げてくるんですよ。あっこれあんまり自分なのにみたいな給料3分の2カットして退職金も配置してね。でも上やったもんで市の職員が入るあれですあー遅れてよかったわほんで市役所の職員が平均70万給料だけ僕は3分の2カットしたりしたもんで70万減らって2万6000人もおるもん。170億円お金を作ってやる別にちゃんとほんでそのうち110億を減税に回してこれ 5% 減税の場合ねこれ110億世帯当たり大体法人税も込み入れですけど一番一であとのまあ人件費だけど60億あるんです。このお金でまああんまりと感じ悪いけど保育園も業産作って待機児童ゼロにしとるしまた来年もなんとかゼロにしとる。年寄りの敬老パスは65からあって1000円3000円でトイレ安いし中学生までいろいろタダだしねものすげえ幸福しやっとる。でこんだけ減税してもよ誰も褒めてくれへんの。酒飲まないやっとるやんの。出会った前の給料安いもんでうちの子で今いる近所にね発見店ってあるあれ大阪の資本だわそこであの一番安いいい地区ね草松のナポレオンあれ飲んでいつもバカ野郎言っとるんだよ大変だよ。まあそういうことで要するに議会が過半数取られるとですね何でもできちゃうの日本は。まあ実は衆議院なんかでも同じだけど違うのはね、総理が解散権を持っとるんですよ。これはもしね、総理の意向と議会が違った場合は解散できて選挙に持っていけるんですよ。これはだから日本はありませんのでないの何とね、どうするかということになるわけです、この時に。だけどアメリカはルールを持っとって今言いましたよ、無党派と地方議会は無党派と、まあ、ロサンゼルスとたまたま姉妹都市だったのでそこの議員にも要は話聞いとるんだけど、それぞれ大統領選とかそういうのは民主党とか共和党に応援してます。で、ことロサンゼルス市議会の議決やなんかは絶対にですね、党派が一緒になって夜電話してですね、おいって、あの河村のバカのあれよって、あれ火消ししたるめ、橋本やないって、松井やないって、大阪と誰やら火消したらいいんだろうなって、そういうことはできないんですよ。違法です、これは。ここは一人一人がちゃんと自分で議決せねえから、これだから解散権がなくてもいいですね。そういった民意で市長選がでこうなったというのはそう簡単には否定できないことになります。だからもし否定した場合はもう一回再議というのをやると3分の2こ
ほんと3分の1、2分の1と3分の2はどれぐらい違うんですこれ。そういうことでちゃんとバランスが取れるようになると。日本はそれある選手、マスコミはなんか学者かなんかでよく言ってきますけど、知れへんですよ。これは議論もいかないとかね、これロサンゼルスの議員にね言いだったんですよ。ほんなら採決は党議拘束でみんなで一緒になってやらないかんよ、じゃあ議論はいかんのか言ったら、ね、なんとびっくりしましたけどね。ロサンゼルスの市議会で15人しかいないですけど、あと指で外人ですよ、1、2、3、4、5、6、7、言ってですね。あ、ちなみにこの外人と話した時、名古屋の言葉で喋ったんではありません。ちゃんと英語で喋りました。これセブンのところで指を引いて、ファインライン、FINELINE です。ここの過半数以下なら相談してもいい。過半数以上の人間が相談するのもダメなんだよ。だからある日突然やっぱり民意を大事にとって、その議会というのは民意のまだやっぱり下にあるものだということで、あくまで一人一人が判断して決めるならいいよ、こういうルールになってる。実はだから日本あれしてるもんだね。多分今松井さん、松本さんも苦労してことは一番最初にあれだからね、あのいつの間にか議会が進んだみたいな、そのまま松本が第一党な、だから第1党になったのはいつの間にか第3党になってまたかもしれない。まあそういうことで、本当の民意というのはなかなか実現できないと。でそういう場合は向こうはあのそれぞれ党員ごとくはいかんし、最後は今言った住民投票で決する、こういう決まったから、そういうやつをあくまで議会でもしようともない揉めた場合ですよ。その時はやっぱり市民自体が皆さんの意見で決まる。まあそれはしょうがないよね、松井さん。もうそれで負けたらしょうがないよ。しょうがない。俺も言ってましたよ。あ、民主主義だ。そういうことなんで、まあぜひ私もよ、あの苦労しました。あ、俺はなんか秀吉の話が出てきましたけど、秀吉は名古屋出身だって分かっとるから。あんたら威張っとるけど。おめでとうよ。これから大阪冬の陣で、まあ秀吉さんが、秀頼ですね、俺が亡くなりますけど、自害しますけど、あれをね、出陣してきたんですよ、名古屋城から家康が出陣してきたんです。これだからまあ、滅ぼされた方も滅ぼした方も今まあちょっと気にして、さすが松井さんが年くるとんで、あの、逃げ、あの名古屋を、いや日本を2つだらしい3局にしようよ、気にしてくれたけど、ちょっと前聞いとったら200万円以上の年は大阪と横浜でいました。マイクあるでよ、ちゃんと227万ですよ。まあ本当にね、東京がクソみたいに今とってけしからん。本当にけしからん。まあ大阪もそうだけど名古屋もね、ものすごいお金を上納してるんですよ、実はこれ。まあ若干大阪も地方交付税もらう、名古屋ももらう、名古屋も57億から、名古屋で言うと57億、この金毎年1兆5000億上納しとる。これがまあ大阪も多分そうです。大阪と名古屋あたりは皆さん自分のところで自立してやっとらんかったら日本中どうなるのこれ一体。沖縄や北海道やね、そういう新人が多いとこはいろんな交付税もらっとる、あの金は一体誰が払ったんですか。これは何、大蔵省や財務省の役、大財務省や理事長、総務省の役人ですか。あれは違いますよ、皆さん大阪の人が払った金が一旦東京で上納されとるんです。これ大体7割上納されてます、名古屋もほとんどない。その金あの日本中に回っとることで、まあ威張ることもねやけどね、名古屋大阪の皆さんが日本国を支えとるんですよ。これまあ、しかしよ、どれだけ来る人は署名運動はあのね、今皆さん明日から聞こう、明日からこれね、2ヶ月になっとるでしょ。これわしの時は1ヶ月だったんですよ、で、議会の解散でしたから、これは議会が否決したからもう解散するぞ、作り替えということで始まりできにいってみんな言っとったのね、1ヶ月で結局43万人が集めましたよね、これはな
名古屋のくっそ暑い中をよ昔のお嬢さんが一軒一軒回ってえらいことしたわけよ。ほんとに外交でもよーって集めてもらったけど、これを前はちっとも恵まねえかんけど、あの昔はね、県と名が継ぐと2ヶ月市と名が継ぐと1ヶ月だったの、だから名古屋みたいな200人、大阪も260人も何人もそこでもあの時は1ヶ月で、それからちゃんと総務省に抗議してですね、珍しくよこれ引き届けてくれて、要するに市でも要するにまあこの 県より大きいですよ、県で50万ぐらいの県ありますからいうとこはみんな県と同じに返すということになったんで、まあぜひ皆さんよ本当にあの議会以外で言うと思います、議会の議会でそれでね市民代表でいいんだけども、しかしやっぱり 市長を選んだ時に皆さんは橋本さんを選んで、橋本さん第一公約ね、何が何でも何でもとは言いませんけど、第一公約はね民意で選択したんだからね、実現されないかんです。これは実現されないか、本当に議会が解決した場合は今度は住民投票で皆さんの自分自身の選択で大阪市の在り方を決めると、これは当たり前のことですよ。私もたまに焼酎でも飲ましてもらえ、松井さん喜んでお世話来ます、ね、それ楽しみにやってまいりましたで、やっぱり今や東京今とるけど、昔は何はどこ日本のナンバーワンの都市だったんだから、これ皆さんの臨時用でお話のあり方を決めるとしっかりやっていきましょう。ありがとうありがとうございました。名古屋市長の真田隆さんから上にゃご準備いただきましてありがとうございました。じゃあこの後はですね、大阪の未来を私たちの手で決めるための署名活動、ここから本題でございます、署名活動の具体的な方法について、スクリーンで